どうも皆様こんばんは。ママママヤの深夜ラジオのお時間がやってまいりました。今日も適当に深夜に独り言をね、ブツ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 と喋っていくだけのコーナーです。深夜の独り言。あ、いいね。このタイトルええな。なんかどっかで聞いたことありますけれどもね。今日も適当にダラダラ喋っていくだけなんで、お暇な人は聞いていってください。10月になりました。近況報告でもね、喋っていきたいと思います。ちょっと先月はね、あんまりゲーム欲が湧かずにね、なんでしょう、PUBG ばかりやってました。そして今日もね、PUBG の動画2本も上げるというね、PUBG ばかいらんわって思ってる人も結構いてると思いますけれどもね、ちょっとね、やるゲームがない、あんまり。だから PUBG に頼ってしまうというね。で、PUBG が、まあ、適当にプレイしてね、で、適当に編集してっていうね、その動画一本作るのがめちゃめちゃ楽なんよ。だからね、やってしまう。って感じでしょうかね。それに加えてここ最近ちょっと調子ええんでね。なんか、ドンカツの連発みたいなさ。そんな感じでね、めちゃめちゃ調子ええんよ。だから動画作成がはかどるはかどるみたいなね。そんな感じですいません。ちょっと PUBG ばっかですいません。興味ない人はね、もうええわって思ってるかもしれませんけれども。まあ、温かい目でね。見守ってください。またね、新しいゲーム今月はいっぱいやっていこうかなと思ってるんでね。よろしくお願いいたします。で、やるゲームがないんですよね、あんまり。やるゲームがないじゃない。やりたいゲームがない。そして、私のゲームをやりたいというこの欲があんまり湧いてこないという、そんな感じの最近です。だからちょっとどうしようかなって考えてるんですけどね。まあ、いろいろとなんかやれることないかなって考えてるんですけれども、なかなか難しい。お米ちゃんとね、モナさんと一緒に雑談したりとかね、いろいろやってましたけれども、まあゲームやれよって感じやけどね、雑談してたら楽やからね。まあそんな感じで、どうしようか。デスティニー2でも買おうかなって思ってるんですけど、PC 版はまだ出てません。CS 版よりも1ヶ月ちょい遅れでね、出るんで、まあ PC 版が出る頃にはもう完全に評価が固まってるんでね、その評価を見てからまたちょっと買おうかどうか、どうしようかなみたいな感じで悩んでるんですけれどもね。そして、スター・ウォーズ・バトル・フロント2。これもね、ちょっと買おうかどうか迷ってるんですけれどもね。いやいや、スター・ウォーズファンやったら即買いやろっていう感じなんですけど、どうもね、未だに前作のトラウマが拭えない。そういう状況ですよ。もうダイスに裏切られてますからね。前作で。だからまあ、多分買うと思うけど、ちょっとね、悩んでます。高いんよ、ほんで。スタンダードエディションで8500円とかしてるからね。まあ、ツイッターでも同じこと言ってますけれども。で、もうなんか EA がさ、まあ、EA と開発ダイスか。なんかね、もうチーター放置でね、野放しとかね。なんかそんなばっかりやからね、どっちみちマルチプレイがね、まともに遊べるかどうか、そこが不安。前作はもう速攻でかそっちゃったからね。そしてチーターだらけっていう状況やったから、まあ、今作もどうなんかな。まあ多分買うと思いますけれども、またね、ちょっと考えてやっていきたいと思います。そして、フォールアウト、スカイリム。これもね、ちょっと更新が遅れちゃってます。ネタがないんですよね、あんまり。で、ネクサスの方で、モッドのチェック、どんなモッドがあるかなっていうのはもう、毎日チェックしてるんですよ。で、面白いモッドがあったら、入れて、動画撮るっていう、そういう流れでやってたんやけど、ここ最近ね、あんまり動画撮りたいなって思うようなモッドがなかなかないんで、更新が遅れてます。はい。またね、近いうちに更新します。そして、フォールアウトとスカイリムはね、もう、ずっと続けていくんで、気長に待っていただけると幸いでございます。はい。そして、XCOM 2。これがね、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、多分ね、コアなファンの人は毎回見てくれてね、ありがたいんですけれども、ちょっとね、私のやる気がね、一気に低下してしまいまして、どうしようかなって考えてるんですけど、ちょっと XCOM の話を、ちょっとさせてもらっていいですかね。ちょっとなんかもう愚痴っぽくなっちゃうんやけど、ちょっと気悪くせんといてください。これ私が今思ってることなんでね。で、前回の XCOM の動画で、私が育てた部隊が全滅しちゃいました。で、その全滅したことによっても、ちょっとやる気がね、
出なくなっちゃってどうしようかなって悩んでるんですよ。でまあやる気が出ないっていうのはまあまあそれはまあまあしゃないと思うんですけど、ただ XCOM っていうゲームはトライ&エラーを楽しむゲームなんですよね。要は、失敗してやり直して失敗してやり直してっていうのを何回も何回もやって、そして自分のプレイスタイルっていうのを確立していって攻略していくという、そういうゲームなんよ。だから部隊が全滅させられたからってやる気が出ないっていうのはもうそもそもねおかしな話なんよね。ここが問題。要するにシステムがねちょっとねリプレイ性に欠けるようなそんな感じなんかな。特にね新しい DLC が配信されてからねもういろんな要素を詰め込みすぎないよ。もうここの会社はいつももうね DLC でねもういろんなもん詰め込んでくるんよ。それがねなんかやること多すぎてねもう一回始めからやる気しないみたいな、そんな感じ。新しい要素を追加するんであればいらん要素古い要素2つ削らなあかんよって思うんですけどね。私はこれはもうゲームに限らず世の中のもう全てに言えることやと思います。何か1つ追加するんであれば2つ削ろうって思うんですけれどもね。でその結果 XCOM2 はもういろんな要素が追加されてねやることが多くて、まあゲーム自体は面白いよね。ゲーム自体は面白いんですけどやることが多すぎてまた一から始めからやり直すのがものすごい億劫なんですよね。それでちょっとやる気がなくなっちゃったっていうそういう状況です今で。 XCOM っていうゲームは一回クリアしてもそれで終わりじゃないんですよ。次また難易度変えたりとかねいろんなオプション、昔は第2波オプションつってね詳細オプションがあって、そのオプションを変えることによってゲームプレイ自体をねシステム自体を変えるようなそういうオプションがあって、そういうのをねいろいろ自分でねカチャ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 やりながら繰り返しプレイするっていうのが面白かったんですけど、今回の XCOM はねそれがね何でしょうやる気が一回終わっちゃうともうやる気がしないというそういう感じになっちゃってます。うん、まあこれは多分ね今一時的なもんやと思うんですけどね、まあ、さっきも言ったけどそもそも私のゲーム熱がちょっと下がってるっていうのがあるんでね、またね今月入ってしばらくしたらそのやる気がね上がってくると思うんでね、また XCOM21 からやろうかなと思ってます。なのでちょっともうちょっと待ってください、すいません。自分が楽しんでないのにやってもしゃあないんでね、やるんやったら楽しみたいんで、だからちょっとその士気を上げるわ、司令官としてのこの士気モチベーションを上げて挑みたいんでね、ちょっともうちょっと待ってください。はい、すいません。まあ XCOM2 はねゲーム自体は面白いです、うん、文句なく面白いです。で世間の評価もいいんでね全然面白いとは思うんですけれども、うん、この一回全滅した時の喪失感、ここから立ち直るのにねちょっとしばらく時間がかかりそうです。なのでちょっと気長に待っていただければ幸いです。はい、まあそんな感じでねちょっとあんまりそんながっつりゲームやってないという一番ダメなパターンなんですけれども、じゃあ何やってんねんって話なんやけど、ちょっと最近ねドラマばっか見てます。海外のドラマばっかりずっと見てましてね、あんまりねちょっとゲームをやる時間がね減ってきてるというそんな感じでしょうか、うん、ゲームに飽きたっていうか、もうこれもういつものことなんですよ。バイオリズムでねもうずーっとゲームやってる時とあんまりゲーム触りたくないっていうこの波が激しくてね、激しくないんやけど定期的にやってくるこの何でしょうかダークサイド、今そのダークサイドに落ちてる状態やからちょっとね、ここ最近はドラマ付け、ついにねゲームオブスローンズがね3週目に突入しました。これもツイッターでつぶやいてますけれども、ゲームオブスローンズ、アメリカのね、超人気テレビドラマシリーズです。今リリースされているのが全67話ですね。その67話を、1週目字幕、英語音声字幕、日本語字幕で全部見て、その次ね、吹き替え版。これも全部見て、そして3週目突入ですよ。さあ3週目どうやって見ようかなっていうね、そんな感じ。もう英語音声字幕なしで見れるなっていうね、それぐらいの自信はありますよ。ゲームオブスローンズを理解したっていうね、そんな状況で3週目突入しようかなと。いやもう3週目やめとこうか、もうやめとこう
またそれ乱すとね、ゲームできへんようになってまうからね。そしてネットフリックスでスタートレックのディスカバリー、新しいシリーズがまた始まったんですよね、これ。で、まあこのスタートレックに関してはね、またレビュー動画あげますわ、別で。ちょっといろいろとね、言いたいことがあるんでね。まあ私のこのチャンネル登録者の方でスタートレックファンの人がどんだけいてはるかわかりませんけれども、で、まあスタートレックの話だけするっていうのもね、ちょっとどうかと思うんやけど、またちょっと別枠でね、スタートレックディスカバリーの、個人的なレビューと言いましょうかね。またぐち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 文句が始まります。いや、文句っていうかね、ちょっとね、いろいろとね、違和感を感じたんでね、まあそれに対していろいろとね、まあファンの方とディスカッションしたいなっていうね、そういう気もします。いろいろと疑問点もあるんでね、また個別でね、スタートレックの雑談枠作ります。はい、そんな感じですかね。ここ最近、今週はこんな感じですかね。まあ全てね、ツイッターでつぶやいてるんで、もしよろしければね、ツイッターの方フォローもしてみてください。はい、で、まあ10月に突入したんでね、ちょっと新規行ってまたいろいろゲーム探してやっていきたいと思います。なんかまたね、面白いゲームあったら教えてください。そんな感じでしょうか。あとね、携帯スマートフォンを変えました。私ね、ずーっと iPhone3GS の頃からずーっと iPhone 一色できて、そして Apple 信者になって Apple 製品買いまくって、もう iPhone なしでは生きれないみたいなね、そんな状態やったんですけど、今年の初めかな、 Android に変えたんよ。もうちょっと iPhone なんかいろいろとね、使い勝手が悪くなって、そして変えたんよね、 Android に変えたんよ、中華製ので。その端末がもう文字入力フリックがもう誤字ばっかり、文字打つたびに誤字誤った入力ばっかりなんよ。まともに文字入力できんくてさ、もうイライラマックス。フリック入力がうまくできへんってね、めちゃめちゃムカつくよ。なんでしょう、あのムカつき。こんなにムカついたん初めてはっていうぐらいのね、ムカつきですよ。で、これはいつかこの携帯私叩き壊すわっていうのをね、もう自分で分かってました。絶対やってまうわって分かってたんよ。で、つい先日朝パッて起きたら、なんかメールが来とったんかな。で、そのメールに返信しようと思って、布団の中でね、ちょっと寝ぼけながら、フリック入力してたんやけど、もう全く入力できへんね、誤字だらけで。まともに入力できへんのよ。それでついにブチ切れてもうてさ、もう床にガーンって叩きつけたんよ。もう壊れるの分かってたよ。壊れるの分かって。いや、もう壊したくて、もうどうしても許されんかったから、壊したくてガーンって叩きつけたんよ。そしたらね、もう見事にね、画面が割れてね、そしてもう何も反応しなくなりました。おっしゃ、これでやっとこの携帯から解放されたわってことで、新しい携帯買ったんよ。で、もう別にもう携帯なんかそんな使えへんからね、もう友達おらんしさ、そもそも誰とメールすんねんって話やね。で、まあ、とりあえずもう安い適当な携帯、スマートフォン買っとこうと思って、まあ、そこそこ評判の良かったゼンフォン買ったんよ。で、そのゼンフォン買って、とりあえずもうフリック入力、文字の入力だけまともにできたらええわと思って、ゼンフォン買いました。このゼンフォンが素晴らしい。さすがエイスウス。文字入力も全くストレスなく、iPhone よりも入力しやすかったっていうね。初めから全本買っとけばよかったわっていうね、ものすごいお金無駄にしたなっていうね。そんな感じでね、やっと幸せになれました。はい、まあここ1週間起こった出来事でしょうかね。こんな感じです。はい、ということで、今日はこの辺で終了したいと思います。明日からまたね、ガンガンゲーム実況していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。マヤでした。おやすみなさい。さようなら。